ばんは、野村隆です。斎藤佑樹の、2番の斎藤佑樹のピッチングについて語ってほしいという要望がたくさんありましたので、語っていきたいと思います。彼はですね、非常に股関節が硬いというふうに言われます。だから体が前に乗ってこないってみんな言いますが、僕からしたらですね、それは別にだって、まず、アクセルを投げるときにアクセルを踏んで、ブレーキを踏んで、途中で止めて、またアクセルを踏む。それでは車走らないじゃないですか。それと一緒で、彼はそういうことをするので、体が前に出てこないんですよ。だから、股関節がガチガチになるなんかいませんから。使い方が悪いんです。使い方というか、もうとにかく前に出てこないんですよ。筋力もないし。高校の時からそういうフォームです。はい。だからもう、彼はもう、足をバンと上げたら、バンって。こうね、よく力むなとかで言われますけども、力まないと投げれません。はい、力を入れて投げれません。それからよく丁寧に投げてるって言いますけど、丁寧なの小学生でも投げることができます。そんなバカなことしか言えない解説者より僕のことを聞いた方がずっといいと思います。斎藤佑樹君ももう帰るとしたらもうサイドスロー、縦の変化で抑えるピッチャーじゃないからサイドスローだったら。インステップになるし、体の横のひねる力で、なんとか可能性が出てくるんじゃないでしょうか。別に彼のことは好きで嫌いの何もありません。まあ、1年目のオールスター、選ばれた時に断るべきだったでしょうね。恥ずかしくて、出れなかったはずです。それぐらいの強い勇気がなければ、プロでは通用しません。逆に。以上、これからもどんどん言いたいです。